おはようございます。エリザベスの香水チャンネルへようこそ。今日は春香水5選をお届けします。最近ですね、サンフランシスコ春が近づいてちょっと桜が咲いてきたかなと思ったんですけれども、また寒さがここ2、3日立て続きに続いてすごく凍えそうです。早く暖かい春が来てほしくてたまりません。その願いも込めて、暗くて寒い日なんですけれども、春の暖かい陽気を願って早く来ないかと嘆願するためにも、春の到来を祝福する気持ちでご紹介していきたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。1番目の香水はザ・ムスクエッセンシャルパルファムが出しているムスクの香水です。ちょっとこちらは変わってるんですよね。何が変わってるかというと、蜂蜜とラベンダーが入っています。ツイスト、ちょっと一風変わったムスクの香りが気に入っています。お肌の上でこちらをつけると、まるでメゾンフランシス・クルジャンのアクアユニバルサリスシリーズと非常に似たようなプロジェクション、拡散力と持続力を発揮します。非常にクリーンで清潔感のある、どこにでもまとっていけそうな香りです。こちらのエッセンシャルパルファムノワール10でラッキーセントさんで 10% オフになります。以前にですね、ラッキーセントさんからノワール10のコードをいただいた時に1ヶ月のみと言われていたんですが、使ってくださる方が多くいらっしゃって、そのおかげで有効期限が無期限になりました。ですので、皆さんが私のコードを使ってくださることにより、私側の交渉力が増します。よりさらに多くのディスカウントコードをゲットしたり、期間を延長するような交渉ができるようになりますので、ぜひノアール10のディスカウントコードを使ってください。蜂蜜の香りが本当にこのムスクに寄り添うように美しく、柔らかさと甘さを与えています。蜂蜜はですね、一歩間違えるとものすごくアニマリックになり、しつこくて動物的な香りになることがあります。ハニーって言うとちょっとすぐ頭に浮かぶのが、可愛い蜂さんで可愛くて柔らかくて緻密のようでと思い浮かべる方も多くいらっしゃると思いますが、蜂蜜でも気をつけないと本当に動物的になってつけるどころではないこともあります。例えばですね、ズーロジストの B という香水を試してみてください。あの香水を嗅げば、私が言いたかったことが直感的にすぐわかると思います。こちらの香り、拡散力、持続力ともに秀逸。私のお肌の上では 4時間から6時間は余裕で持ちます。またですね、夏にこの香りをつけると、もう一気に洗濯物やシャワーから出た時のような、あのフレッシュな爽やかさを感じられます。ハイキングに最近行ったんですけど、ものすごく寒かったんですね。ああいう寒い中でもこういう香りがね、お洋服に香水巻いてたんですが、ふわっと香った瞬間、もう本当にね、温かみとはちょっと違うな、ほっこり清潔感のある幸せな気持ち。ドライヤーから出したての洗いたてのお洗濯物、まだね、ドライヤーの温かみが残っているようなお洗濯物を思い出しました。しかもこちらサンダルウッドが入っています。エッセンシャルパルファムにはオレンジサンダルという香水も出ているんですが、あっちのサンダルウッドよりは私はこちらの方が好きです。なぜかというと、ツンツンしていなくて、こうまろやかに丸みを帯びているサンダルウッドがこちらでは脇役、サポート役として活躍しているからです。人によっではハニーのノートがちょっと強く感じられる方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひお肌の上で試してから買ってほしいと思います。セバスチャン曰く、ゴスプレーは彼には強すぎると言ってました。セバスチャン結構香水への耐性は強いんですけれども、ゴスプレーで頭痛がすると言ってましたので、もしこちらの香水を試す場合は1スプレーからで十分だと思います。セバスチャンはちょっとフェミニンだから僕がつけるのは躊躇すると言ってましたが、私は彼がテストしている時でも、私自身がテストしている時でも、どちらでもふさわしいと思いましたので、ユニセックスでいいと思います。特に日本の男性は線が細い方が多いですので、日本の男性ならもう全然全く気負わずにしっくりくる香りだと自負しています。私の香水仲間、南フランスに住んでいるフランス人の子もこの香水が大好きと言って私に一押ししてきましたので、やはり香水にハマっている人で、いつもとは違うムスクの香りを探している方は
こっちの香りに惹かれるんだなということを実感しました。ですのでエッセンシャルパルファムのザ・ムスクノワール店でぜひゲットしてみてください。次にご紹介するのはグッチからギルティオードトワレです。これは女性用です。有罪っていうんですか、有罪オードトワレギルティ、こちらはですね典型的な良いデザイナーフレグランスブランド香水の一つです。高級感は全くありませんが、カジュアルな T シャツのようにいつでもどこでもカジュアルな設定なら気兼ねなく軽くつけていけるような楽しい香りです。グッチギルティオードトワレ、私がよくまとっていく場面としてはトレーダージョーズやホールフーズへ食品を買いに行くときです。心なしかこの香りをまとっているときは店員さんが優しくなる気がします。心なし、かなりフェミニンな香りとして肌の上では発現します。オードトワレとは言いつつも拡散力も優れています。最初の1時間は拡散力 2,3 メートルは確実にあると思います。持続力も5時間ぐらいは持つと思います。ですのでですね、最近の貧弱でかわいそうなオードトワレといっても1時間も持たないようなかわいそうなオードトワレとは違って、こちらのグッチギルティは結構パチュリもアンバーも入って持続力も拡散力もありますので、しっかりとした中身が備わっています。こういう香りがねあればねすごくいいなと思うんですが、オードトワレだからこれは香りが短いです、拡散力がありませんとかいう言い訳がましいことをよく言っている香水の会社やレビューアーさんが最近いるんですけれども、私はそれはなかなか同意できないかな。企業のマーケティングを鵜呑みにしちゃわないように皆様もお気をつけくださいませ。桃やライラック、そしてバニラやパチュリ、アンバーのようなちょっと香水らしい香水ではあります。非常に女性らしいフルーティーフローラルで、ちょっとオリエンタルのニュアンスを含んだ香りです。桃、以前に桃の香水をレビューした時にグループレビューでこちらも目隠しテストで出しましたので、まだ以前の動画をチェックしてない方はこの動画が終わってからぜひチェックしていってください。爽やかで甘いのに重くなりすぎず軽やかに、ナンスプレーもまとえるところは私はこちら好きです。ナンスプレー持っても10スプレー以上はちょっと多いと思いますが、まあそういうちゃんとしっかりした中身のあるデザイナー香水、ただお金を消費者さんから巻き上げるための香水ではないような、しっかり中身の伴った香水、私のお肌の上では5時間持ちました。ライラック、ピーチ、ゼラニウム、そしてマンダリン、オレンジ、ベルガモット、アンバー、パチュリ、バニラ、ムスクですね。非常にフェミニンで大好きです。ニッチフレグランスに対する高級感全くありませんが好かれやすい香りです。3番目はアテリエマテリから出ているポエボアポメロ。ポメロの香りってなかなかね出くわさないんですけどね。このスプレーヤーが私大好きなんて見ましたか？もう一回かけちゃおうちなみに今日ご紹介する香水の順番は価格ごとに並んでいます。最初にご紹介したものが最も懐に優しい香水で、後になればなるほどラグジュアリー、お値段もそれなりに張る香水になってきます。ポエボアポメロはですね、この香り私大好きなんです。シャキッとしたグレープフルーツの苦味と酸味、お肌の上にと乗せるとですね、まず髪の上では出てないんですけど、シュガーコーティングしたようなグレープフルーツのキャンディー用の香りがします。グレープフルーツのキャンディー化したものですね、砂糖でキャンディー化したもの、お砂糖と一緒にめちゃくちゃ美味しそうなのにすっきり爽やかで、こちら私よくプロフェッショナルな場面にまとう香りです。さらっと爽やかで好感度も高く、さりげない、今日ご紹介する中で最もユニセックスな香りです。男性がまとっても女性がまとっても問題は全くありません。こちらもノワール10でラッキーセントさんで 10% オフでゲットできますので、ぜひ使ってください。マテリーマテリーのディスカバリーキットも売っていると思いますので、そちらにも適用できます。グレープフルーツ、シチュアンペッパー、ピンクペッパー、アンジェリカ、ピオニー、金木犀、マテ茶、ベチバー、シダー、
たまにですね、アトリエコロン、私が溺愛しているシトラス香水なんですけれども、アトリエコロン以外で何かおすすめのシトラス香水はありませんかという質問をいただきます。こちらです。アテリエマテリのホエボアポメロはいかがでしょうか。結構ねシャキッとしてね、心が明るくなるんです。男女問わずバシャバシャ浴びれます。甘すぎず酸っぱすぎず苦すぎず、ちょうど心地よいバランスを保ちながら気持ちよく爽やかに心を明るくしてくれます。4番目、アクアディパルマからマグノリアノービレです。アクアディパルマは日本でも非常に親しみのある香水会社ではないでしょうか。アクアディパルマはですね、ヨーロッパでは至るところで見かけます。こちらの香りはマグノリアをシトラスと一緒に美しく仕上げたラグジュアリー感のある繊細な香りです。実は私以前マグノリアにあまり興味を持っていませんでした。ですが先日宿泊したボストンのフォーシーズン5つ星ホテルで遭遇したフレデリック・マルのオーデマグノリアの香りに遭遇して後から、少しずつマグノリアの香りに興味を持つようになりました。ということで最近こちらも結構猫水リラックス時間の香りとしてまとっています。こちらの香水はそのフォーシーズンの体験の前に一目惚れして買ったくらい非常にインパクトのある香りでした。調香師はアントワール・メゾンデュ、この方はジミーチューのアイワンチュー、モンブランエクスプローラー、エッセンシャルパルファムのニースベルガモットを手掛けた調香師でもあります。こちらの香りの素敵なところはですね、ゴージャスな気分、華やかな気分で夜を過ごせるというところです。以前に猫香水でちょっと紹介したグリクレイ、セルジュルタンスから出ているグリクレイ、もしくはウェイトさんのヒトという香水とは違った目的で使います。こちらは大人の女性でラグジュアリー感という基盤をもとにリラックスをサポートするという位置づけです。もう本当に美しいマグノリア、もう朝の梅雨を浴びたようなみずみずしさを感じます。一つ不満がありますが、それは持続時間と拡散力が乏しいということです。私のお肌の上では 2,3 時間香ります。しかし私自身は香りますが、今までこの香りをまとって一度も主人に気づかれたことはありませんでした。拡散力には非常に欠けます。ですが自分自身が楽しむ寝る前の短い時間という意味ではぴったりだと思い、今日は紹介させていただきます。春への喜ばしい気持ち、幸せな気持ち、ことぶきという言葉がぴったりですが、そういう感じの嬉しくなってくるようなゴージャスな華やかな夢を見させてくれる、とても素晴らしくフェミニンな香りです。以前のあまりマグノリアに興味を持っていなかった時でさえ一目惚れして購入した香りですので、結構万人受けはしやすい方ではないかと思います。値段はちょっと張りますが。5番目の香水はパフュームデマリーマルリーパフュームデマルリーからデリーナです。こちらの香りが5つの中で最も高い香りです。パフュームデマルリーはノワール10でラッキーセントさんで 10% オフになります。この香りで思い出すのは個人的にはハワイです。ハワイにバケーションで行った時、主人とこちらの香りをまとっていましたので、ハワイの思い出が蘇ります。あー美味しそうなライチと美しいバラの香りです。ライチとバラが大きな二大巨頭としてこの香水を構成しています。非常にジューシーでフルーティーでフローラルで女の子ラグジュアリーです。もちろん高級感はありますが、プロフェッショナルではなくバケーション楽しみたいですっていう感じの方が勝っています。その雰囲気の方が勝っています。うん、お金持ちの女の子もしくは女性の香りです。図書館で出会いそうな香り、図書館の自主勉強をしているような女性から香ってきそうな香りです。すごく品と遊び心のあるニッチフレグランスならではの香水です。お金持ち出身の女の子でちゃんとおしゃれにも気を使っていそうな子がつけてそうです。だらしないチープ感は全くありません。
冬に疲れてきて、もうちょっと南国のフルーティーさや暖かさを蘇らせたい人、こちらの香りはその体験を追体験とできるという意味ではいいかもしれません。幸せな暖かさと甘さを蘇らせるのにぴったりの香水です。パフィームデマーリンのデリーナは必ずと言っていいほど海外ではレディース香水の中でランクインする、いつも殿堂入りするような人気香水です。今まで嗅いだことがない人はぜひ試してほしいと思います。春、夏、秋、3つの季節がいいかもしれません。冬は微妙かな。冬はしかしお仕事場、オフィスにつけていくと注意されかねない香りです。ちょっと抜け感、楽しさ、バケーションみたいな香りですので、お仕事につけていくと真面目さが欠けている点とこの強い香りという意味で注意されかねない香水、特に日本ではそうだと思います。クォンタンビシュさんによって調香されました。持続時間もフェミニンさも印象も抜群に抜きん出てるゆえ、値段もそれなりに入ります。まさにご褒美香水と呼べる香りです。ということで、春に向けて香水5選をご紹介しました。この中で気になった香水はありましたか？もしくはあなたがおすすめする春にぴったりの素敵な香りはありますか？ぜひコメント欄でシェアしていってください。このような動画いいと思ったらいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録してくださるととても嬉しいです。それでは皆さん Have a wonderful day. See you next time. Bye.